乗りような。母上は京の館を渡り歩くという猫の話を愉快そうにしておった。いろいろなことを教わったが、じきに剣の稽古が始まった。母上は俺の手を引いて剣士の道場へ通ったが、稽古をさせたくなかったと思う。ここは戦場だった。思い出したくもないな。ジン、怪我はないか？これで勝ったと言えるのか？さあ、父君のところへ。足立殿、私は喜び勇むべきでしょうか？勝ったとて勇む道理はないぞ。あの者どもは戦の作法すら知らぬ百姓。黙れ。わしはこやつと話してまいる。
足立殿、皆に飯を、酒も振る舞え。こっちだ。父上、この戦は。あやつらは海賊をかくまった。だから村の者を全て殺したのですか。いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。私が切ったのは。お前が切ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに。父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。顔を上げろ。お前は戦士だろ。父上が生きていればクロードを認めただろうか。柔道の船がっつり積んでそうだ。少しはやるようだ。前を向くんだ。明日は今日と違う風が吹く。
諦めんぞ。どものため己を恥ずかしめるか。幻め。Der kommt zum Templer! Bitte so das tun! Sag da har sidich. Ach, ich hab mal. Uru, du kannst das nicht. Du musst da
柱にはずっと従ってる。境砦を出た時から？その前のあの入り江をまとめてた仲立ちを頭が殺した時からだ。頭はそこで名を上げて、ただの入り江を俺たちの家にしてくれたんだよ。おい、あんた見た顔だな。いや、人違いだろう。ここから猛虎を追っ払っただろう。ついでに境砦に行って仲間を助けてくれ。あいつに銭貸してんだ。なるほど。借銭はともかく、お主の仲間や砦を猛虎に引き渡すわけにはいかん。なんとかしよう。ヤスが対馬から戻ったそうだ。ああ、どうせ武家の連中に嫌気がさしたんだろ。それがし殿、それがし様って。姿だけは人並みだ。少しでいいから眠る。
よし。囲まれた。ゲツども、報いを受けよう。母上はよく稽古や学問に励む俺を菓子で釣ってそばに起こした。稽古をしたと父上には嘘をついていたが、生きる喜びを教えたかったのだろうな。
さえ死ねば皆が幸福になる。禊を求めるか。だが罪は償えぬぞ。全て幻。惑わされるな。バカなこと考えるなよ。前を向くんだ。明日は今日と違う。味方でよかったぜ。困った。家はどうだ？滞りない。多分一から何か作ったことはあるとは言えんな。それがいい。獣を飼って皮を剥ぐ手立てを学んでるんだ。普通はトトから教わるんだろうけど。聞くが、親は侍の襲来で死んだのか？その時の大水で死んだと聞いた。それからしばらくババが育ててくれた。これを使え。少し余ってしまってな。何度もありがとう。本来ならあなたを頼らず一人でやらなきゃいけないのに。もとより家を燃やした猛虎が悪いのだ。畑仕事をしてたから何も持ち出せなかった。だけどやり直すしかない。今度はあなたに見つからずに材料を集めてみる。走れ、風！景色見た覚えがある、うん、この家は父上が模した海賊の隠れ家。ようやく思い出した。直ちにここから立ち去れ。そなたのことを覚えておる。そなたが来て以来この地は死んだままだぞ。果たしていかほどの菊草をその手で申し尽くしたのであろうな。答えてみよ。俺も知りたいほどだ。二度と息を傷つけはせぬ。ならばされ。さすれば菊草も不安なく蘇ろう。猛虎は人の命も草の葉も容赦なく刈り取る。この地を奴らに踏み荒らしはさせん。俺が守ってみせよう。そなたがあらずば蘇るのだ。なれど言うとも聞くまじか。来い。
見よ、奴らは森を潰し息を奪うための材木としておる。散らせ、その後そなたも失せよ。霧で中は見えんが声がする。二度と森を潰さんよう懲らしめねば。どこだ。瞬く間に隠れた。足跡がない。では聞け、こたびはこの地を守った。借りは返せただろうか。るわけない。刀すらないんだ。だからといって命の恩人を見殺しにはできないだろう。侍だ。あんたの飯はないよ。悪いな。元よりもらう気はない。大高族に襲われたようだな。皆無事か。道春様のおかげでね。野営の世話をしてくれた。だが俺たちを守るため猛虎に連れてかれちまった。どこへ行った。わからねえ。探してるところだ。手を貸そう。己を投げ捨てられる稀有な男だ。小仏なら何か知ってるはずだ。夫が衆を率いてる。道春を探しておる衆はどちらへ行った。さてね、私の知ったことじゃないよ。玉
民のため猛虎に従ったのだぞ。頼んじゃないさ。あの人がいなけりゃこれからは飯はなしってことだ。他へ移ろうかね。こりゃ驚いた。侍を見たのは15年ぶりかね。最後に見たのは坂井家のものか。そう、あの襲来以来奪えるものは残っちゃないよ。猛虎のせいでね。道春という御坊を助けたい。そうなの？今夫らが探し回って猛虎を追って橋の方へ。ついといで。お主は残れ。荷が重いだろう。手伝いたい。道春様には世話になってんだ。こっち。さっきは疑っちまったね。すまなかった。たくさん失ってさ。その腕も戦で幼子にとっては甚だ辛い傷だったであろうな。馬屋に侍が逃げ込んでね、飯をやったんだ。父に見つかって腕を切られた。敵を施した腕だってさ。むごいな。重すぎる罰だ。父は正しかった。次の夜侍が戻って皆を殺し回ったから。それからは道春様が親代わり。こうして生きてるのはあの方のおかげなの。あれは何だ？人が切られておる。まさか。待て、俺が見る。心地が悪い。深く息を吸え。初老の男だ。六郎、野営の新参、夫と一緒だった。ワコードだ。顎に傷がある。金次だね。妻も子もいるのに夫は逃げたのかね。すぐに猛虎を見つけねば。米だ。お主の野営のものだな。そうだね。残らず奪われちまった。後をたどろう。こやつに正体を知られたくないの。身を切られ村を焼かれたのだ。己の父の慢心がゆえに。さっきの私の問いにまだ答えてないよ。夫は逃げたの？今は黙って走れ。そうだね。でも足と腰が。我慢しなきゃ。道春様のためだ。それに夫のことも放っておけない。見つけたそう。私が夫婦になるなんて思いもしなかった。東郷といると何でも叶った。それなのに。静かになるまでここで待て。浜におるぞ。様子を探ろう。東郷、してる？わからん。我らが気づかれれば殺される。そうだ、道春様縛られておるな。じきに切られる。ああ、どちらもは救えぬぞ。夫が死ねばこやつの心は潰れ、坊主が死ねばこやつの望みはついえる。頼むよ、
二人を助けて。両方は助けられん。近づけば猛虎に見つかる。そうなればどちらかなんて選べない。やれることはしよう。終わったのか。あんたは命の恩人だ。礼は妻に言え。あんたのおかげで助かった。でも野営の奴らが、道春様の施しがなけりゃ生きていけない。他に頼りとする場所は。今は動けないことに私は身持ちだから。まことか。なんとかなるさ。野営に戻ろう。家族で支え合って暮らせ。達者でな。恩に着るよ。小仏、道春様を埋めてやろう。手を貸してくれ。
終わりが見えない。お主、浜で会うとは驚いたな。実は家を建てるのに鉄までいるなんて知らなくて、こうして鉄を集めてる。壱岐ではここが一番だと思ってきたんだけど、船が羨ましい。なぜだ。ボロボロだけど元の形がわかるだろ。俺の家族の持ち物、トトの手ぬぐいもババの櫛も燃えたからさ、また一から作りたいんだ。家を、家族を。まずはここから鉄を探さなくちゃ。どちらも手に入らない。少しは足しになるか。これは受け取れない。あなたが建てたことになる。遠慮するな。多くの家が燃えた。故にお主の力になれれば嬉しい。ではありがたくいただきます。家の場所は境砦の西にある草原。いつの日か招待する。約束だ。約束だ。猿の住処だったようだが、どこにおる？で逃げ回っておるのだ。卑しい罪人のようにこそこそと忍び寄って。なぜ猿を檻に、船に積むのか。さあ、逃げろ。
まるで飢えた獣だな。あの太刀、侍どもが持ってたもんに似てるぞ。は、俺たちが追い払った侍ども。だろって言って探しに出ちまった。裏切ったのか。いや、大鷹の毒があるだろ。幻が見えるっていう毒だ。それを試してみたいんだ。ヤスが対馬から戻ったぞ。いや、だん、頭は家に小便をかけた男を殺したらしい。女の嘘は嫌だって大声で叫んだ。頭も痛めたんだが、こいつは頭に小便をかけた。聞きられたな。
ってくる。探しに出ちまった。裏切ったのか。いや、大高の猿が互いを呼んでる。俺が助けた猿か。あなた様がいらっしゃってよかった。母上曰くこの曲は座して吹いてはならぬとか、体を動かせと聞いたな。猿のように仏の道からそれてはならぬのだ。なかなかだ。母上を真似て笛を左右に揺らせば会得できると教わったな。そういえばよく笑いながら吹いたな。あなたは本当に来てくれた。ああ、まだ名を聞いてなかった。俺は太郎だ。ジンでよい。これを一人で建てたのか。驚いたぞ。大行に聞こえるだろうけど、俺の自慢の家だ。手伝ってもらったけど、見て、天井の梁はあなたの材木だ。ここからじゃ見えないけど、川は茅の下、あの角はあなたのくれた鉄が支えてる。使わないよう心してたけど観念したよ。一から何かを作ったってこれで言えるだろう。俺はこの家でいつか家族を作る楽しみができた。ありがとう。かつての俺は息の家が焼ける様を見ているほかなかった。この家は俺にとっても門出になる。